菊池原武は、神奈川県相模原市出身の元プロ野球選手、野球指導者。2019年から、広島東洋カープの二軍投手コーチを務める。小学三年から野球を始め、地元の野球チーム、並木ヤンキースに所属する。 神奈川県立総武大高等学校時代は一年秋からエースとなり関東屈指の左腕投手と言われ、夏の全国高等学校野球選手権、神奈川大会では28回連続無失点、33イニングで44奪三振を記録するなど、大活躍を見せた。無名校ながら、甲子園出場が期待されたが、準々決勝で、 高橋義信を擁する東院学園高等学校にコールド負けを喫し、甲子園出場は果たせなかった。1992年のドラフト会議において、ヤクルトスワローズと広島東洋カープの競合の末、広島から二巡目で指名を受け、入団。入団後4年間は一軍登板がなかった。1995年は、鈴木県、池田区を、川島県、 千代丸明彦と共に業務提携していた地方イーグルスに派遣された。1997年に一軍初登板を果たしたが、登板はその一試合のみで定着はできなかった。1998年はシーズン初登板で延長15回に8失点するなど、2000年までは大半を二軍で過ごしていた。2001年は、 投手不足が深刻だった広島において、貴重な左の中継ぎとして78試合に登板。防御率4.91と悪いながらも、稲尾和久に並ぶ、当時の日本プロ野球シーズン最多登板体記録を達成した。しかし、2002年は、前年の疲労が残ったまま、左肩痛に苦しんで4試合の登板に終わり、一時は、ボールも握れない状態だった。 2003年4月3日の対オリックスブルーウェーブ戦で363日ぶりに登板したほか、6月26日には714日ぶりの一軍勝利を挙げた。この年は30試合に登板して、防御率3点台前半と見事に復活を遂げた。2004年も左の中継ぎとして29試合に登板した。同年オフ。 選手の若返りを図る広島と左の中継ぎが不足していたオリックスの思惑が合致し山崎浩二、上村和弘との交換トレードでオリックスバファローズへ移籍。背番号は43。2004年2月18日日南市天福球場にてオリックス時代2005年は加藤大輔、大久保勝信と共に こと称された中継人を形成し、右の加藤、左の菊池原で、リーグトップの71試合に登板した。33ホールド、防御率1.38の高成績を上げ、最優秀中継投手のタイトルを獲得した。2005年オリックス在籍時点で、新人選手や新外国人選手を除いた、日本人選手の中では、 近鉄以外の球団から移籍してきた唯一の選手だった。2006年は前年の疲労から安定感を欠き、防御率も大幅に悪化し、故障離脱もあったが前年活躍した中継人の大半が大きく、成績を落とす中で45試合に登板、リーグ5位の22ホールドを記録してチームを支えた。また、 オールスターファン投票で中継ぎ投手部門リーグ1位となり、オールスター初出場を果たした。2007年は開幕前に左肘を故障して出遅れたものの、復帰後は安定した投球を見せて28試合に登板した。2008年は肘の故障が感知したことで55試合に登板し、チームの A クラス入りに貢献した。 2009年は45試合登板も、防御率5.21と制裁を書いた。8月24日に、国内 FA 権利を取得、オフには、背番号46へ変更。2010年も開幕1軍入りを果たしたが、安定感に欠いた投球が続き、アナン・トールとの入れ替えで昇格と降格を繰り返した。 この年は18試合の登板に止まり防御率10.00と大きく悪化。11月8日、小島慎二郎との交換トレードで6年ぶりに古巣広島東洋カープへ復帰。2011年は左ふくらはぎ痛で出遅れたものの9月3日に昇格して5試合に登板した。しかし9月13日の対東京ヤクルトスワローズ18回戦で 左アキレス腱断裂の重傷を負った。この怪我が原因で10月13日に球団から戦力外通告を受け、2012年シーズンは育成選手として契約する方針が伝えられた。2012年5月13日に同18日より支配下選手登録されると発表された。しかし若手の台頭でわずか14試合しか登板できなかった。 2013年は4月に1軍に登録されたものの、当番した4試合のうち3試合で失点し、2軍落ちした。7月2日に1軍に再登録され、その日の対中日11回戦で7番手として、延長11回から当番し、ピンチを迎えたものの1イニングを無失点に抑えた。直後に、 安倍智弘が勝ち越しだを放ち、オリックス時代の2007年7月26日の対、日本ハム戦以来の勝利投手となった。しかし、同年も、前年同様登板機会を得られず、9月28日に、現役引退を表明し、10月2日の大阪新戦で、同じく現役引退を表明していた、前田智則と共に、出場。 8回に登板し、荒井高弘を見逃し三振に抑え、試合後に胴上げされた。菊池原の引退によって、地方イーグルスに在籍経験のある選手は、台湾内外を含めすべて現役を退いた。2013年11月4日、三軍投手コーチとして、広島に残留することが発表された。2018年11月8日には、2019年度より、 三軍から二軍投資コーチへ移動することが発表された。ありがとうございます。